来日初登板となるマレンが先発でした。チェンジアップを有効に使ったピッチングで初回から3イニング連続でダブルプレーを奪い、猛虎打線につけいる隙を与えません。一方、2点を先制した横浜は4回にはキャッチャーの相川が2点タイムリーツーベースを放ち、4対0と阪神を引き離します。打線にも援護されたマレンは今日は狙い球を絞らせないピッチングを心がけたというように、チェンジアップやスライダーなど多彩な変化球で次々とバッターを打ち取り、阪神にチャンスを与えません。この後は女房役の相川のワンマンショー、ホームラン、2点タイムリーなど4連続安打で7打点。初物尽くしの相川の活躍で結局横浜は17得点し3連勝しています。明日も絶対勝ちます。はい、阪神は2年ぶりの横浜3連戦負け越し。岡田監督はわずか2安打に終わった打線に憤りを隠せない様子で球場を後にしました。